ビリヤードにちょっと人生をかけてもいいんじゃなかろうか、うん、名付けて、うん、ガチンコビリヤードクラブかっこ仮。ビリヤードとにかく好き、ビリヤード大好きなんです、ビリヤード三度の飯より好き。ガチンコビリヤードクラブかっこ仮。福田さん、今日はですね、レッスンじゃないですよ。レッスンじゃないの？レッスンじゃないです。こういうのいいじゃないですよ。こういうのいいじゃなくて、ビリヤードのピースを集めに行かないんですけど、今日は行かない。あのですね、実は前から僕思ってたんですけど、うん、大事な話していいですか？ちょっといいか、ちょっと待って。いやいや、もう大事な話ですよ。俺はもうね、このビリヤードにちょっと人生をかけてもいいんじゃなかろうか、うん、人生まではちょっと言い過ぎか。いやけど、そんぐらい言ってもいいんじゃなかろう。俺はもうすでにオールインしてるけど、ね、そうでしょ、うん、だから僕もそのオールインのところまでまだ行ってないから、うん、オールインしてもいいんじゃなかろうと思って、ビリヤードの番組をちゃんと、はい、今だからレッスン動画やってますよ、お互いね、うん、なんとなくこうやってビリヤード普及しよう、うん、それ以外にビリヤードの今やってない人たちにももっともっとこうビリヤードの楽しさをね伝えていこうっていう番組をやりたいんです。俺もやりたい。なのでそれを俺が素人の俺がやっても、うん、多分持たないので、うん、まず福田さんにそれを教育していただきたいなと思って今日は呼び出しました。なるほど。まあ名付けて、うん、ガチンコビリヤードクラブかっこ仮。ガチンコビリヤードクラブかっこ仮。ビリヤードクラブかっこ仮。どんなことやろ。昔ね、ガチンコファイトクラブみたいな番組がありましたけど、プロテストをね、ボクシングのプロボクサーを作ろう。昔は日本史上初、TOKIO さんが、竹原さんやってたんですよ、プロのライセンスを取らせようという。なるほどなるほど。それの竹原さん、まあできれば僕が TOKIO、 まあそれでもいいですよ、技術がないので、はいはいはい、竹原さんのプロポジションで、女子プロね、うん、そうだね、育てていこう。まあ男子はちょっと厳しいから、まあ男子でもいいんですけど、まあ番組をねする上で、うん、やっぱね、女子向けの、女子がいや女の子が増えていくと、自然と男の子たちもビリヤードをやりたくなって、ビリヤードの人口が増えていくんではないかなっていう、この安易な考え。いや、それだったら俺やる。男子だったら俺やらないって。やだ、本当ですか。なので、女子がいい。女子プロね、うん、育てませんか。育てる。女子プロに、素人、うんうん。なるほどね。それがいいアイデアだ。で、まだそこまで決めてないです。うん、ただ、女の子をやっぱり、ね、使うので、うん、できる限り技術をね上げていって、まあ、本気でプロを目指してもらうんだけども、それ以外にもビリヤードっていうのを知らない人たち、ビリヤードに興味のない人たちに、この YouTube だけど、うん、このビリヤードガチンコビリヤードクラブをカッコカリをね、うん、見て、ああビリヤード面白そうじゃんって思ってくれる、まあ、それはもう男女ですよ、うん、老若男女、男女ね、うん、今増えていってもらえたらいいなと思って、なので、まあ女の子たち参加してもらえる女の子たちには、まあできる限り可愛い格好をしているので、そうだ、ね、でまあまあ、ね、可愛くなくてもいいんです。もう私はこの格好を着たい、なんだったらもう本当にもうこれしか着ない、水着、あ、もっとやってくれる人がいたらもうそれはもう最高ですよ。そこまでいったら、まあそこまでいったら、まあ、それはもう個人の任せして、じゃあまあやる技術としてはちゃんとプロテストを目指して、そうプロテストを目指してプロを目指してはい、でやっていこう。いるとな、女子それがいる、見つけてきました。もう素人ですよ、もうゼロってマイナスぐらい、だからもう下手したら、なんだビリヤードつまんないなって言い始めてやめるかもしれない、うん、けどもそんな子も、まあ、とりあえずやってみようと、うん、呼んでみて、
でこれからこれを番組見たい人もちょっとやってみたいという人たちも、まあメッセージいただければ、参加していただくのも可能で、ビリヤード愛があるんですよ ね、 ビリヤード愛があってちゃんと続けられるんだったら、ね、俺はスペシャリストだ、はい、ビリヤードコーチ、はい、なのでプロにする実力は、はい、必ずつけられる、はい、もちろん本当に本当にしていただいてやっていきたいな、やりましょう。で次が女の子を僕声かけてますんで、うん、で呼んで、まあ、その子たちのこう意気込みとか、まあ、自己紹介っていうのを、まあ、取っていって、でその都度その都度企画を考えて、まあ、レッスンプラス丸々、うん、今日はこのレッスンをやりながら、まあ、それだけでいいんですけど、なんかやっていこうで、プラスなんか視聴者の皆さんが あの子のこういうところを見たいとか、もっとこんな企画はどうだっていうのがもしあれば、そういうのもリクエストしていただいて、番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。あっ、うん、いつ始めます？これじゃあ、いや、だから明日ぐらいから始めます。まあだからもうこれ編集終わって、もう次はもうだから少し受けたし、スケジュールを組んで、女の子今読んでるスケジュールを組んで、みんなが揃う日にまずお披露目会、自己紹介をまずやって、で、まあ、その時にもうスタート切れるんだったらもう切っていきましょう。けど、言ってみますよ、もう一回言いますよ、マイナスゼロじゃない、マイナスからのスタートです。もう何も知らない子たちを呼びましょう。それはゼロからだよ、マイナスだよね、わかんない。まあまあそんな感じで、やっていきましょう。わかりました。なので今がとりあえず2021年のこの動画を撮ってるのは5月で、まあ次は女の子たちがいつ集まるか分かんないんですけど、動画がちゃんと配信できるのが6月7月になってくるんだと思うんですが、できれば年内にプロテストは変えました。12月のやつだ、はい、12月のやつに、もうそれはね、無謀だと分かってます。そこは無謀だと分かってますが、一度そこでチャレンジをさせていただきたいぐらいまでには、持っていきたいな。それはもう金子君が連れてくる女の子の情熱にかかってますね。で、まあ、そこで、まあ、今年そこを見て本気でやりたいのかどうかで、またそこで問いを出したっていうのは、でさらにもうやってる経験があるのも、私はそこのガチンコビリヤードクラブに入門して本気でプロのビリヤードを目指したいという子がもし来れば、うん、次のプロでしたそうだねっていうのをやりながらビリヤードを広めていくという番組です。素晴らしい、はい、もし我こそと思う日本の女子、概要欄に募集の要項を貼ってますので、そちらにメッセージの方よろしくお願いします。ガチンコビリヤードクラブ、カッコ仮。